もう宇宙の断りですね。オタクだわ。ローカルミュージックプログラムケイオス TV です。どうぞよろしくお願いします。はい、始まりました。四日市ローカルミュージックプログラムケイオス TV です。どうぞよろしくお願いします。ナビゲーターの中川翔司です。どうぞよろしくお願いします。はい、そしてアシスタントのエンジェルです。はい、エンジェルさんよろしく、どうぞお願いします。久しぶりですね。はい、前回はいつだ、第6回目からの久しぶりの登場、エンジェルということですね。第6回の放送この辺に貼っとくんで、見てない気になった方は見てください。ということで今回が第14回目の、ケイオス TV となっております。さあ、では番組紹介お願いしてよろしいですか。三重県四日市市にありますライブハウス四日市クラブケイオスに出演するアーティストをはじめ、地元のショップやカルチャーなども発信していく地域密着型の音楽配信プログラムとなっております。毎週月曜日9時からの配信となっておりますので、チャンネル登録まだしてない方はぜひともお願いします。ケイオス TV。 それでは本日のゲストを紹介する前にこちらの映像をどうぞ。アゴロニュースのタカティーンさんです。どうぞよろしくお願いします。いらっしゃい。やばい。お願いします。お願いします。タカティーンさんでーす。いつもそういう感じの勢いで。アゴロニュースさんのプロフィールを読み上げさせていただきたいと思います。僕たちが三重県の面白オタクバンドアゴロニュースです。2014年10月結成。主に三重県と名古屋で活動中。一緒に歌って踊って上がれるライブでじわじわ来てると、オタクの叫びやマジでどうでもいいことをロックサウンドに乗せて歌ってるんだぜということですね。あ、本当にどうでもいい。オタクなんですか。オタクですね。もう見てますよ。めっちゃ可愛いです。はい、ということで本日は、アグラミス高田さんにいろいろ質問していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ちょっともう垂れちゃう。恥ずかしい。自己紹介からお願いしてよろしいですか。三重県で発祥したあのオタクたちを集めた 3D's ロックバンドアゴロヒュースです。よろしくお願いします。発祥したんですね。発祥しました。なんか生まれました。3人ともオタクなんですか。3人ともオタクですね。今バンドを結成した経緯やバンド名の由来を教えてもらっていいですか。あ、はい、結成した経緯は、はい、もうその軽音楽部にいたメンバーで、はい、大学ので、それでなんかこう仲いいやつらでワイワイ鍋をしてたら鍋をしてたんですよ、はい、ちょうどこれぐらいの時期。軽音楽部やけどやっぱ俺オリジナルの曲をやりたくねとか言って、なんかせっかく大学生に私やってみたくねってなって、こう3人を集めたんですよ。でそれでたまたまみんなオタクやって、あ、たまたまだった。たまたまみんなオタク、まあ、オタクはみんな仲良くてすぐ集っちゃう。あ、オタクからこう選別したってわけじゃなくて、うん、もう集まるべくして集まってしまったってことです。もう宇宙の断りですね。オタクだわ。名前はじゃあなんでこの名前になったんですか。あ、なんかうちのギターが野球選手の内川、ソフトバンクの内川に似てまして、顔が似てても顎がすごいいじられる内川選手なんですけど、でそれに似てるから顎って文字が入れたいなって言ってて、
でそれでたまたま名古屋港水族館に行ったらアゴロフィウスっていうなんかクジラの先祖みたいなのがいるぞってなって、英語のバンド名にしたら俺らかっこよくねって12秒心がまた出てきたじゃあこれやんみたいな、なんかその深い意味があるのかなと思ったし、そのアゴなのかなって思ったけど触れないようにしてたんですけども、はい、本当にアゴなんですね。そうです。大学っていいかな、いいですね、大学行きたかったな。ケアス TV バンドのルーツなど教えて。ルーツ、あのパカティンさんのルーツでもいいですよ。ああ、バンドのルーツ、でもみんなアニメが好きやで、最初はアニソンみたいなかっこいいのをやろうみたいな感じで思ってたら、なんかねじ曲がっていって、好きなバンドもまあちょっとバラバラやったりするんですけど、あのギターの子はもうザ・ピローズが大好きやったり、はいはいはい、で僕はそのユニゾンスケアガーデンとかリードしてシグレが好きやったり、で今のドラムの子はクラウド・オブ・リベリオンとか、なんかもう全然バラバラやけど、ただみんなオタクってだけでやってる。じゃあ3人とも割と邦楽ミュージシャンっていうか、はい、あ、そうです、ね、女ミュージシャンが好きっていうか。あ、そうです。あ、楽曲聴いてて、はい、まあ、僕あのドラムもやってるんですけど、はい、ドラムめっちゃうめえなと思って、あー、いや、ハードロックをかじってるようなどこどこ言うようなドラム叩いてるんだろう。メロコはもう、メロコはもうまあちょいちょいっていうか最近の流行りやから、あ、俺らもメロコはやったらもうモテんじゃねみたいな。なるほどね。なんかモテそうって思って、もう私はエロゲやるみたいな。オタクっていう軸はぶれずに、はい、こう流行り物はもう全部吸収しちゃうぜみたいな。なんか楽しそうで。今活動している中で一番大事にしているもの、はい、自分らの好きなペースで好きなことは絶対やる、好きなことだけできたらやりたい、まあ、辛い世の中みんなオタクがもうわちゃわちゃ楽しいことだけしてるのをやっていきたい。オタクの味方だね。オタクの味方ですね。よくも悪くも最近の若者って感じ。好きなことをこうやってみんなでおそれいいやんって言って仲良くこうワイワイ作っていきたい。今の時代だからこそそれでいいんじゃないですかね。それでいいと思う。そう思いますよね、はい、売れるためにじゃあこういう曲作ろうとかそんなんじゃなくて、はい、やりたいことを、はい、今感じたことを、はい、思いついたことをやるっていうのが、そうです。そのキャラクターのいいところじゃあちょっと紹介します。じゃあまず こっちからご注文はウサギですかっていうこのキャラクターのそのシャルちゃんっていう名前も可愛い。もう一人でも本当はこのご注文はウサギですかの中に夢の子がいるんですけれども、うん、今日はちょっと浮気たまにはしていいかなって思ってシャルちゃんっていう子が可愛い。もう声優の内田真彩っていう人がもう可愛くて、うん、やばいです。もう言葉が出ない。言葉が出ない。言葉が出ない。どっちも言葉が出ない。今日はそのメンバーでキャンプ出たんですけれども、メンバーでキャンプ行ってたの。そうです。めっちゃ仲良しじゃん。仲良しです。キャンプとかもするの。あ、してます。キャンプ好きなんですね。キャンプ動画とか上げたりしないの。あ、上げたりちょいちょいしてます。YouTube の方にはまだ上げてないんで、そろそろ上げようかな。見れるの。見れます。 YouTube チャンネルがじゃああるってこと。あるんで、はい、ちょっとやっていきたいな。わあ、でもそのキャンプもゆるキャンっていうキャンプするアニメから入ったもう典型的なオタクなんです。聖地巡礼メインのライブツアーみたいな。あ、やりたい。クラス TV、 イエー。作品がですね、はい、どのような人に届いてほしい、どんな人に聞いてほしいのかってありますか。まずオタクですね。オタク最優先。オタク最優先ですね。キモいオタクがなんか楽しそうにやっとるよみたいな、もうそれだけに共感してもらえたらいいな。変なオタクたちがなんか楽しそうなことやってるやんってなって、もう笑顔になってもらえたらいいなっていう。もう好きなことをやってるんで、それを見て楽しいなって。これ楽しいことしかやってない。これから控えているライブやリリース情報などありましたら教えてもらってよろしいですか。ライブはまず2021年からちょっとバンドでは動いていこうかないう話をしていまして、僕個人でやってる一人でも、はい、一人でも弾き語りとかをちょいちょいやってて。弾き語りで。弾き語りで、はい、アコギ1本で、はい、それが12月19日名古屋の方なんですけれども、はい、あの新世界ラトスミっていうライブハウスさんでキャンプをしようっていう曲を。あ、見た。見ました。そのなんか告知見た。マジですか。集客に応じて床をどんどんランクアップさせたりとかしていくっていうのをやってみたくて。ライブハウスの中でキャンプをする。キャンプに設備を建てていく。はい、泊まるわけじゃない。泊まるわけではないです。あくまでもその設備をっていう、はい、であとはまあ食べ物とかそういうフードを出したりとか。あー、めっちゃいいっすね。そうっす。リリースとかって。リリースは今のところもうレコーディングとかの今曲作りの準備をしてて、で最近ちょうど出た曲をそこに、はい、このもううるさい感じの CD ですよ。この CD なんですけれども、異世界でアニメ知識を披露したら転生オタクがモテモテになった件っていう、すげえ長いタイトル。ぽい名前だね。文字がもううるさい文字してるんですよ。それを CD はこのクラブ業者も変えちゃうってことですね、はい、そうです。新しい情報とかは、はい、SNS をチェックしてください。はい、ツイッター、ツイッターで。インスタグラムもインスタはちょっとバリピじゃないんで
に変わり身じゃないですか。今後の展望や理想、ピースの希望、希望教えてもらっていいですか。夢を語るなら、はい、やった。いいっすね。今これを掲げて、のんびりでも自分のペースやってて、いずれかアニソン大学をしたい。これは夢やな。いけそうじゃない、だって。はい、ということで本日は、はい、の店員さんに遊びに来てもらいました。ありがとうございます。それでは最後に、曲紹介をしていただいてよろしいですか。はい、とアゴルフィウスのこの CD に入っている1曲目の異世界行きたいという曲を聴いてください。どうぞ。我々異世界に行きたいなり、現実が嫌で嫌で、なんだこの世の中、あー異世界に行きたいぜ。学園からお邪魔します。オタクのみんなプチョヘッツ、疲れた俺からイントロデュース、エルシンぶつけるファンサービス、それじゃあ点数下げなきゃな、それ人間としてはドン引きです。生徒もほとんど逃げたよな、ニコチン垂れてますとか言いてえな。ファザラザザヨヨヨヨチェカラ、言いたいことも言えないわ、飛んでくる正論クソくらえ、ストレスパスク打つよ、頭の中から出てかれ、演算中魂減らして睡眠中でも SOS は届かない。 Oh fuck the world man。 異性異性異性異世界、異性異性異性行きたい、異性異性異性異世界、異性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 異世界行きたい、異世界行きたい、ということでアブルフィスの異世界行きたいでした。彼はどうでした。彼は噂通り、うん、女子から見てどうなの。でもなんか結構オタクだったから。ああ、エンジェルも最近のオタクはアクティブなんだなってちょっと思いました。今日の動画が面白かったなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッド評価もぜひともお願いします。タカティーンに対する応援のメッセージ、人生の叱咤激励、何でもいいです。コメント欄どしどし書いてください。お願いします。以上ケイオス TV でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。